こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はスポーツと筋力トレーニングについてお話したいと思います。以前の動画でご質問をいただきました。いいね57回スマッシュしました。ありがとうございます。57回もいいねしていただくと、多分奇数なんでいいねは反映されてるんでありがたいことです。はい、ありがとうございます。短距離走のために筋パワー、最大筋力とスピードとスピード持久力と心肺機能をつけるにはどういう筋トレをしたら良いですか、という質問をいただきました。まあ、この方は短距離走されてるんですが、まあ今どのスポーツであっても筋力トレーニングを取り入れるっていうのは有効なアプローチだと、まあ、見られるようになってきましたね。で、今回はこの質問いただいたので、スポーツにおいて筋力トレーニングをどのように導入したらいいのかっていう考え方をお話したいと思います。今回質問いただいた方は、まあ、競技に必要な要素を全部筋トレで補えたらいいなというところがあると思うんですよね。まあ、ただ私の考え方としてはですね、まあ、基本的に競技に必要な要素っていうのは競技の中でやっぱり鍛えられるところが大きいと考えておりますので、いろんな要素をウエイトトレーニング筋トレで補おうと思うとですね、競技に特化した体の使い方であったり技術であったり体力であったりっていうところがちょっとおろそかになってしまって、まあ、そこが甘くなってしまうので、ウエイトのボリュームを増やしすぎたあまりにパフォーマンスが落ちるっていうのもですね、逆にあり得るかなと思ってますので、ウエイトを導入する場合はですね、やっぱり技術的なところと体のバランスを見てくれる専門のコーチ、陸上であれば陸上のコーチ、野球であれば野球のコーチが今どこが不足しているから、ウエイトを導入するのであればこういうとこを補ったらいいんじゃないかなという意見をもらって取り入れるのがベストだと思います。で、ウエイトで補う要素にしてもですね、まあ、一番足りてないところをまずアプローチするっていうのをやればいいと思うんですよ。一番足りてないところを補うのに対してウエイトがベストかどうかももちろん考える必要はあるかと思うんですが、まあ、もし一番足りてない要素がウエイトトレーニングが補えるのであれば、その一番足りてない要素にまずフォーカスして、その要素を補うウエイトトレーニングを導入するっていうのがベストかと思います。まあ、例えばですね、陸上、まあ、下半身体幹部の強さが大事になってくるとは思うんですけど、短距離走において必要な特に下半身とかの筋肉量がそもそも足りてないと、速く走るためにももっと筋肉量がついてた方がいいよっていう場合は、やっぱりオーソドックスなフルスクワットで下半身の筋肥大を狙った方がいいと思いますし、まあそれは野球でもサッカーでもそうですね。筋肉量が足りてない場合は、まあ、まずオーソドックスな要素で筋肉量を増やすアプローチ、まあ、今度はある程度レベルが高くてもう少し競技に近い体の使い方の要素を補うようなトレーニング、ウエイトトレーニング入れた方がいいっていう状況の場合はですね、まあ、プラウメトニックトレーニングとか、まあ、カウンタームーブメントですね、力を抜いてスッとしゃがんだ状態を筋肉の反射を使ってスピーディーに起き上がるようなトレーニングとかですね、まあ、そういうトレーニングを組み入れていく。で、筋肥大狙いじゃないんで関節の可動域もちょっと浅く、フルスクワットじゃなくて多分クォータースクワットとか、またクォータースクワットのカウンタームーブメントを使ったジャンピングスクワットとかで、そういう動きになってくると思いますので、まあ、今の競技者の状態がどういう状態なのか、筋肉量は足りてるのか足りてないのか、筋肉量は足りてるからこういうアプローチにしようかっていうところを見極めながら、ウエイトトレーニングは狙いを絞って取り入れるのがベストかなと思います。まあ、もちろん筋トレ自体でですね、筋持久力であったりとか心肺機能を鍛えるようなアプローチももちろんありますね。まあ、最近だと、まあ、ハイインテンシティインターバルトレーニングという、まあ、ヒートって呼ばれるトレーニングがあるんですが、まあ、20秒しっかり筋トレをして10秒有酸素を入れて、まあ、また休憩してというアプローチがあるんですが、まあ、そういうアプローチも上手に組み入れながら鍛えるという方法も良いかと思います。まあ、陸上であれば競技自体を徹底してやると鍛えられる要素かなと思いますので、競技場が使えないオフシーズンとか体育館とか自宅でやらざるを得ない状況の場合は、まあ、筋トレをそういうところで取り入れるっていうのも一つのアイデアかもしれません。競技において筋トレを取り入れるっていうのはすごくメリットもあるし、弱点の強化にもなるんですけど、競技をしっかりやり込むことで競技に必要な要素はある程度補えるので、まあ、特に足りないところを筋トレで補うっていう考え方を持っていただければ良いかなと思います。短距離走の
方でも、私の知ってる方だと女性でもですね、まあ、クォータースクワット180キロぐらいでやってる選手を見たことありますので、まあ、陸上の方も結構筋肉量やっぱすごいなというのは近くで見て実感したことがあります。上手に取り入れればね、競技力アップするいい取り組みだとは思いますので、ぜひウェイトトレーニングですね、足りない要素を補えるように上手に取り入れてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。 B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも行っておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。